ハローテニスファン、小野田道久です。今回はゲストシリーズということで、素敵なゲストの方をお呼びしたいと思います。この方です。どうぞ。どうぞ。お邪魔します。どうも。はい、スタテニをご覧の皆さん、はじめまして。佐藤あかりです。今日もみんなのハートにスマッシュします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さすがです。いや、ちょっともうすごいですね。僕らこれしかないですから。僕らもう挨拶だけこんにちはだけですから。高尾さんにかけてこれしかないです。今我々もなんか決めましょうか。ちょっとハードル高かったですけどね。ちょっとチャンピコにやらせてみましょう。あの人にやらせましょう。ということで、チャンネルを開設した当初からですね、僕の方に DM がいくつか届いておりまして、もう佐藤あかりさんを出してほしいと。コメント見ました、僕も。はい、そうなんですか。はい、元 AKB48 のメンバーとして、さっきもキャッチフレーズやらせていただいたんですけど、まあ、テニスも小さい頃からずっとやってきてたので、テニスの楽しさをファンの方とかに伝えたいなと思ってやってました。はい、安定のインターハイ出場と。はい、どちら出身なんですか。私宮城県出身なんですけど、そうですね、インターハイにダブルスとシングルスとって、はい、出場したことがあって、テニスはそこそこ好きですね。そこそこ好き。まあ、このままできるでしょ。ちょっと異常なぐらい。そうですね、異常ですけど。大好きです。いうことで、はい、今はAKB は去年ご卒業されて、そうなんですよ、はい、2021年の3月に卒業しまして、うん、今は社会に出ていろいろ勉強しながら、はい、OL さんされてると。あ、そうなんですか。 OL と言って、はい、OL ってアイドルからいきなり OL？ まあ、またそうですね、違ったフィールドで、はい、隣の席の人はびっくりするでしょ。ラッキーですね、隣の人ね。ラッキーですね。あ、そうですか、はい、ということで、まあ、ちょっと最初この回ではですね、練習会というか、はい、10分後の試合から使えるワンポイントレッスンというテーマで、ちょっとレッスンしていただきます。本田さん、よろしくお願いします。10分後？そうですね、10分言い過ぎましたね。30分後にはもう、ちょっと試合やるので、はい、ちょっとそこで使えるワンポイントレッスンと、まあ、今日は試合を2、3試合ちょっとやっていきたいなと思いますので、はい、やりましょう。はい、はい、やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。スタテニグッズ販売中、詳細は概要欄へ。じゃあでは早速、はい、いきましょうか。まずフォアハンドじゃ、はい、はい、お願いします。岡田さん、お願いします。両手打ちの逆ね。 OL さんの動きじゃないぞこれ。あ、ごめんなさい。構えがなんかこう、いや、もうスタンスで決まってるもんね。足も動いてる。ラスト3球いきましょう。ちゃんと足踏み出すし。ラスト、はい、躍動感あるね。そんな感じで、はい、え、何歳からやってたの。私7歳から。あ、じゃあその形になるわけだ。ずっと両手。そうですね、もう片手にするタイミングを逃して、なんとか両手で。打てなくはないですか。あ、でも打ちやすいです、もう、はい、でも今見てるとね、逆手と言われるね、左手がこの上のタイプで。得意なのはフォアかバックだったらフォア。フォアの方が得意ですね、うん、その中では。そうです。そうなんだ。まあ、確かに、OL になられて、はい、そんなに毎日テニスやってるわけじゃないので。いや、でもね、もうこのね、この姿勢、お願いしますって言った時点で、もう、あ、これやるなって。そうそうそう。しかもこのスタンスは、なかなか素人じゃ取れないです。でも必ずこう入ってって踏み込むっていうね。しかも肘がちょっとこう曲がってこう入っていくところ。僕ら特徴掴むの好きなんで、そういう仕事をしてるんで。はい。かっこいいフォアっすね。うん。まあ、ちょっとね、全体的に見ていきたいので、はい、バックの方じゃあ行きましょうか。はい、はいはい、お願いします。すごく丁寧なね、振りがね。力強いですね。うん、
ラスト3球お願いします。タイミングの取り方は非常にお上手ですね、うん、足もこうやって動いてるし、普段全然やる割にはすげえ足動いてるから、まあ、染みついてるもんね、染みついてるもんね、染みついちゃったものからね、小さい頃からやってらっしゃるので、はい、どうなんですか、あのバックハンドの、はい、そうですね、個人的にはやっぱりちょっとたまに詰まってる感じになっちゃって、はい、この根元にね、はい、近く振り遅れてる感があるんですね、とかはよく言われるし、自分でも思う時があって、うんですね、それで安定しないなみたいな。なるほど。それフォアバックも含めて大体いつもちょっと打点は後ろ気味で詰まって当たっちゃう感じ、なっちゃう癖があるかなっていう、そこが一番ですかね、まあ、このね、はい、バックスイングがちょっと大きめ、あの、うん、女子選手たち結構トップの選手でも特有じゃないですか、はい、このどうしても背中側にちょっと行きがちで、その自分が本当はここまで持ってきてるつもりなんだけど、まだ実際ラケットは後ろにあるっていう感覚があると思うんですよ、うん、でもそんなにグリップがめちゃくちゃ厚いわけでもないし、厚いとかそういうんじゃないからね、まあ、両手でここをくっついてるんでこうなることは まずないじゃないですか、うん、バックもね、あのすごい背中の方に行ってるわけじゃないんだ、ないんだけど、やっぱりあの足を踏み出すじゃないですか、はい、この踏み込むっていうことを考えると、その時に少しこう体もね一緒にグッとこう前に行きやすくなって、その分ラケットが思ってる以上に後ろに引っ張られちゃって、ちょっと戻ってくるのが遅くなっちゃってる、でそれで根元に当たりやすくなるっていうことだと思うんですよ、あの理論的にはね、あの踏み込みがやっぱ強い、突っ込みが強くて振り遅れちゃう感じ、そう、どうしてもね最初にこう顔ってこう行きたくなるから気持ちが出てる、気持ちが出てる、もうここの時点で気持ちが出てるから行くぜみたいなのが出ちゃってる、そうだね、意外とこう落ち着いて足は踏み出すんだけど、もう踏み出したらラケットがちょっと先にあの先端がも、なんていうか戻ってくるっていう意識をすると、うん、根元には当たる確率は少し減ってくると思う、ちょっともしあったらバックハンドを少し、まあ、あの感覚というか、はい、まあ、時間もそんなあるわけじゃないんで、はい、ね、今日のテーマはあの、はい、30分後に使える、はい、そうです、あの佐久間さんに負けないということが、ね、はい、そうですね、ちょっとバックハンドじゃあ、はい、入れ込みしないように、はいはい、やってみます。じゃあちょっと連続で、うん、その場でいいです、全然その場でいいんで、はい、うん、ラケットの先端をちょっと意識して、はい、うん、そうそう、ボールがバウンドしてくるときにはもう振り出していいです、はい、うん、あ、なるほど、クロスに一気に引っ張っちゃっていいですよ、うん、そう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 、うん、クロスの方が打ちやすいと思うし、そうそうそう、ラケットヘッドをそうそう意識して、うん、そう、やっぱちょっと体の方にヘッドがいくね、この行っちゃうね、うん、一回ラスト行きましょう、はい、うん、あの先に根っこに当たってるのかな、そう、赤井さんに説明すると、はい、ここにあるんだけど、この場所から打ちに行くときにちょっとね、この左足よりも、はい、左足よりもいわゆる背中側に一瞬ここで行くんですよ、ここで、そうなんだ、うん、はい、この近くでこの時に行くんで、うんうん、どうしてもグリップから出てきて、まあ大げさに言うと、うんうん、こういう感じで出てきちゃう、なるほど、うん、だからもう少しこのラケットヘッドをこう後ろに最悪行っちゃったとしても、はい、もう時間もう何度も言うけど時間ないから時間ないから、ね、時間あったら根本から直せないけど、細かいところ、そう、もうだったらもう行った時にこの左手のところでラケットヘッドが少し早く出てくるように、あのこのなんか ね手首をこう使うっていうよりも意識のところだと思う、はいはい、ちょっとした右手がやっぱり強いから、左手でフォアハンド打ってる左手の力量の方が多ければ多いほどスイングってまっすぐ行きやすいんで、多分右でこうやって引っ張ってる、結構長く持ってるでしょ、この下の方を持ってすぐのとこ持ってるから、ちょっとこの間僕らもあのチームの方でやったんだけど、ちょっとね右手と左手がね少し間空くのもちょっとおすすめ、そうそうそう、上の方を持つと、はいはいはい、ラケットヘッドのところがここ感じやすいから、うん、ちょっと試してみてください、はいはい、あ、初めてです、うん、
シナリーは出るんだけどね。お願いします。行きましょう。バカのもちょっと。シナリーは出るんだけど。おお、ナイス。少しね、綺麗に当てる感じ、まっすぐ当てる感じでいいです。ニット強くなった。あ、いいんじゃないですか。そうそうそう、本当だ。え？そうそうそう。おお、すごい。確実にニット率がアップしてる。うん、おお、ナイスショー。でも当たりは全然違うね。ラケットヘッドを少し意識して、いや、早く出る分にはまだ全然いいです。おお、ナイスショー。オッケー、ラスト3ついきましょう。ラスト3球、はい、おお、うまい。オッケー、当たりが全然違う。ラスト、うん、オッケーオッケーオッケー。あ、全然違います、いいじゃないですか、感覚が。前までは多分このグリップとラケットヘッドがこうグラグラする感じをなんとか合わせてたんだけど、今はなんていうの、こうもうちょっとまっすぐね、綺麗に当たることをあの考えた方がいいと思うんで、めちゃくちゃミート率いい、はい、ね、この後シングルスやれるんだったら絶対バックでね、ミート率は絶対必要になるもんね。スコーンって気持ちよくやっぱり当たるようになりました。ここやっぱちょっと視聴者の方もこの開けた方がラケットがこう返りやすいから、返りやすい、振り遅れちゃう人はもしかしたら、ね、さっきも言ったけどこのねぐらつきってねすごく怖いんだよね。怖いですね、うん、それがあればあるほどもうどこで当たるか分かんないから、はいはい、変にラケット出しちゃうと、うん、この右行っちゃうし、遅いと左行くしってなるから、まっすぐこうね、うん、なんかこの一本のこれラケットがあのこんなに硬くてもしなるからさ、ね、ラケットって、うん、だからそれ考えるとそこをちょっとね試合の時に気をつけてもらえると、はい、すぐ直せます、はい、すぐ変わりました、はい、完璧です。いいです、感覚的に変わっていただくのが重要なことなんで、はい、じゃ あ, あのバックはこれぐらいで、はい、これぐらいで大丈夫だと思います。もともと持ってるものは素晴らしい、もともと持ってるスタンスが違う、足が動かないって、ね、そう大体の人は足も動かないそう、はい、素晴らしいです。身長が高いですけど、はい、そのスタンスが広いからあんま感じないですよね。感じないです、安定感が、はい、そうですね、そう、もうボールに向かっていくときも広いから、はい、その分踏み出しても、ね、安定するし、多分あのジュニアの頃にやられたときにコーチからこうやりなさいって言われて、はい、多分ね、染みついてる、何百万球って言ってました、想像するに、まあ、この頃からやるとそうなりますね、はい、そうなりますね、はいはい、じゃあ今度ちょっとボレーに、ボレー行きましょうか、はい、お願いします、はい、ます。オンラインテニススクールチームスタテニ、チームスタテニではここでしか見られない特別なレッスン動画を配信。だけじゃない。必ずご返信します。他にもたくさんの特典を用意しています。一緒にテニスをしましょう。チームスタテニ無料トライアルは概要欄から。